はい、こちらは新青森県総合運動公園球場です。本日は3月の24日でございます。はい、前回2月の17、18に17日に来たのかな、その時は雪ありましたけど、積雪ゼロでございます。ちなみにですね、この球場初使用、今季の初使用はですね、5月の19日日曜日13時からここで行われます栃木シティ FC 戦です。はい、栃木シティにはピーター・コアミ君ね、ハイザーキピーター・コアミ君と西山大河君が在籍しております。それね、ここで迎え撃つということになります。はい、第2節ホーム第2戦がここになります。はい、ので4月14日のホーム開幕戦はあちらでございます格下で行われます。約1ヶ月間延びするんですよね、ホーム戦がね。4月14日はこちら、5月19日は、こちらの新青森県総合運動会球場第ホーム第2戦でございます。1ヶ月間延びです。で、青森県内で行える、試合は4月はですね、その格下とですね、格下4月14日4月21日が天皇杯青森県予選準決勝、弘前運動公園球場でございます。会場、そしておそらくブランデューさんが勝ち上がってくるでしょう。はい、といったところでこんな感じになっております。球場の方も積雪ゼロになっております。以上、現場からLチからでございました。